半間洋先生です、UFO ZAA あるね、アフリカランドですねの通貨とですね、これユーロと USD ですねと MXN ですね。でこれね、シグナル、このインジケーターで勝率 100% のやつと 66.7% か3個と 83.3% 6個あるんですね。これ FX 投資なんですけど、それで、このシグナルですね、こう出てるわけですね、こうね。で、アフリカランドっていうのをスワップでね、売りにするとね、1万通貨投資で140円なんですね、スワップ。だから落ちるのを利用してね、スワッププラス、通貨の利益ですね、を取るという、ダブルで投資する。ってのに非常にいいんですよ、アフリカランドはね。でユーロがいいですね、一番いいですね。 USD の方もの方のアメリカランドの変化はね、80円ぐらいでしたっけね、これも50円ぐらいだったかな。でね、140円と大きいんです、このユーロとアフリカランドのね、売りのスワップ金利がね。だからそれで落ちる動きを見ながらって投資するといいですよということですね。これすごくいいんですよ。これまだ落ちそうかなという感じですね。また投資しようかなーっていう感じ、またこれどんどん落ちるんじゃないかっていう感じがするんですよね。ちょっとドーンと上がるということはありえるかな、ズドーンと上がることはありえるかな、これな。まだ下がりそうですね、これね。楽しみは楽しみだな、これな。まあ、ちょっと考えていくんだけど、ちょっとだけで、ねえ、これよりか落ちるでしょうね。ここから上がっちゃうってことはありえるからね、まだね。まあシグナル通り見とくといいんでしょうね。これもう一つちょっと見てみるのも大事かもしれないね。ちょっとすごくね、これをちょっと調整してもう一個出してみて、今度はね、これね、これで1時間で見たらどうなんだろう。ないときはね、こまめにね、どうでしょうか。それとね、もう一回やっといて、1時間だったらこれ4時間でも見てないかな。これね、セールしか出ないんですよ、なるほどね。
これをね、やめちゃって、ね。で、これを3時して。これで見えるのかな？あったあった。ね、これだけで見るといいですね。あの、時間足をちょっとね、変えるわけです。ね、ちょっとスクリプト走るんで、ちょっと設定し直しまして、30分1時間4時間と1日と、これね、だからアフリカランド、ユーロとアフリカランドはスワップが60で売りの時はいいんです、チャンスが。でこれ売りの時しかシグナルが出ません。で今シグナルがね 80% 以上で見てるんですね。出てくるかな。出てきた。一つは OK ね。30分の時ね。今下の時だからやばい時なんだな。ねえ、やばいってことですね、これね。今、売っちゃうとやばいとこかもしれない。誰せが、反動してこなければね、あの、シグナル出ないんですけど。30分でしょ。これ、スプレッドは狭いんですよ。結構いいんですよ、スプレッドが。30分のね、60倍。1か6。あれ、いいでしょ。これは60だから何時間だ。約、これ15時間です。出てこないよね。1日で遊んでるか。うん、そうそう、か。これシグナル出るのがね、ここなんですね。70%で見てみますかね。70% のね、90でちょっと見てみますと、これ出たね。これ5個出た。これは 1H だから90時間ですね。90割ることの20。約 4日後ですね、決算。
結構いいですね。これでやっとくといいんだな。自分はないね。あ、出てきた出てきた。うん、これ会長だね。出てきたですね、これ。こういう時シグナルですね。このとこだけど負けてんだ、こんなにね。ここを打って、この辺で打つんだろうな。これ大きく負けてんな。それで、ここでこんな取り返したけど。まあ、ここでしょ?と、ここで取り消したと。これでチャラぐらいになっちゃってるの、ここね。で、あと見ると。ここは足ショーだね。ここもいいわね。あ、出てきた、これ。ここは30分ですね。ここはどんな感じ?これ、4件出てきたね。これね、売り値付きしか出てこないんですよ、シグナル。FX 用のスワップ金利を含めたのが利益ですね。スワップ金利だけで儲けようとすると違法なんで、規約では良くないよということ言われてます。規制は、規制もね、されますからね。両方でね。で、オンは出てこないんだよね。8000と2000か。これを見とけばいいんですよ、いつもね。この、ハンマー先生の開発したインジケーター、スワッププラス FX 用のね、インジケーターなんですけど、とにかく 1万通貨でね、1万通貨で140円1日利益なんですよ。1万通貨で140円だ、100万通貨で1万4000円です。1日で1万4000円ですね。だから、1万通貨で1万、まあ大変長くなっちゃうね。それは大変だな。で、1万通貨で動きが10年ぐらい動くからね、気をつけないと。何ぐらいの変動で140円か。10万ぐらい変動するんですよ。ちょっと動いたんですよね。うわ。だから、この上にぶつかってるときは一番いい安全ですね。こういうときですね。
ここ出てこないね、全然出やね。時間を調整したいな。時間もランダムでちょっと調整してちょっと見てみますね。どうもありがとうございました。